皆さんこんにちは、ペーパーライターズの伊勢里といいます。お隣は徳永さん。ペーパーズ僕らは止まってる君とまた会える日々を桜並木の道の上で手を叫ぶよ。どんなに苦しい時も白ったばかりの
仙台雪フェリーなんですけど、今日は三隅後発、島原雪フェリーじゃあ行きましょうかね。じゃあ異邦人、1979年、昭和54年の曲ですね、これね。Thank you.
石工に来られた印象はどうですか？いやいや、素晴らしいところ、はい、やってて気持ちがいいです。本当にもう少し食べるところだといいですよね。そうですよね。ですね、この曲は坂の上の雲という NHK の、大河ドラマみたいなのが2009年から2011年3年かけてですね、司馬遼太郎さん の、 あの小説がドラマ化されて、で私それをテレビで見てましたね。あれ横浜港の設定なのにこれ三隅西港だ、すぐ分かりました。後で調べると三隅町の人たちがエキストラでたくさん出られてて、それでは小山薫堂さんの作詞で久石譲さんの作曲のスタンドアロン、一人で立つ、一人で立つ、いいですよね。ありがとうございました。ペーパーライターズの皆さんでした。